やってきましたけれども、何やってんだよお前は。なんとオリコンアルバムが1位。どうもありがとうございます。何マイクってのはさ、例えばどう来る場合は1位どうどうするんだそれでよ。どう1位。なんかね、ヒロがね、ヒロが何？ヒロがね、俺が部屋に戻ったのね、ヒロが寝てるって言うからさ、俺が一人でパーって言うの、忘れ物しちゃったよと思ってさ、部屋に帰ろうと思ってさ、ドア持ったらさ、ジャンプがね、トゥーダチェン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 、流れてくとね、なんか嫌な予感がするなと思って、バーンって開けたら、パンツ一丁で、すごいね。本当にいいね。全部やばい。名古屋。お前がやったのか。ねえ、誰が見たの？ヒロが発見したの。発見した。何？名古屋の部屋に。俺が一回ルークの部屋に遊びに行こうと思って出たのね。で忘れ物して。で、なんか戻ろうかなと思って開けた瞬間に長谷くんがでっかい鏡の前でパンツしてその音楽に合わせて踊ってた。こうやって踊ったのね。なんでそうやって踊ったの？やっぱハワイだからさ。ハワイを満喫してたってそれ。ハワイから出てきたの。トゥレジ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 。ハワイの歌全部わかるから。それでハワイのこと全部わかっちゃうの？そう。オクターハワイとかでしょ。じゃあ、なんかいろいろハワイのこと聞こうか。じゃあ、ハワイでこういろいろ見てもらったと思うけど、一番良かったとかあったの？あのね、カメハメハ大王の代わりにタコさんがこうやって立ってたんですよ。またそんな格好して街歩いたの？ねえ。タコとバカ同じ家なんで。昔から思ったんだけども、ここ何日間暮らしてみて、本当に変な人。なんでだって普通、夜しか直屋に行くことあるんですよ。朝いきなり普通、寝起きて、朝から、なんじゃ、いきなりバッと閉まって、まずバーッと開けて、おお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 お
たくみがね、ハワイに入国するときね、あっ、なんか新しい、なんか新しいね、出来事が。あったの、入国するときにね、あれね、お前、あれ待って、お前職業は何だって言ったら、Do you wanna dance? インフィケーションで。そうそうそう。それで、うわーっと書いたら何を感じたか、バンバラバンバンバン、バンバラバンバンバンって言いながら入って、大丈夫だった。それで OK だったの。下見はね、荷物が少なすぎてね、だってこっちで働くんじゃないかと思う。こんな巾着こんな1個分ぐらいしかないハワイにさ、何泊持ってんだろ。みんながみんながこうスーツケースとか、俺らがこんなできてんだよ。こうやって巾着1個どうしてそんな荷物が少なかったの。そう、東京からも水来てたからね、まず下見の場合何見ても怒る。何起こる。もうね、例えば着いた早々ね、なんか動いたら外国がないんじゃないかと思って自分で買ってきたらしいのね。冷蔵庫開けた瞬間、冷蔵庫があったね。あ、冷蔵庫があったじゃなくて、ウーロン茶入ったね。喜ばしいことね。あるじゃねえか。一人で気づいてるね。あるでさ、もう一人でさ、行ってたもん。それでさ、今度はさ、あっちでさ、すごい人に言ってる。なんでも今度。なんでも怒ってるの。日焼けサロン行ってさ、お湯が出なきゃさ、なんだよって誰もいないんだよ。誰もいないとこだよ。水だって言わないよ。お湯が出ないんですよとかさ、こうやって言えばいいのにさ、こうやってやりない。なんだよ。一人で。なんか趣味みたい。怒る。プロモーションで来てるけど、ここにね、笠谷にね、久保田としむらの物語があるの。ミッシング、久保田としむらのミッシングを久保田としむらの物語でやっていただきましょう。どう見ようかな。戦争しよう、はい、せーの。黄昏に精一杯の息を吸って、目を閉じるI love you, 僕。いつまでやってんだよお前は。すごいね、すごいすごい。揺れた。どうだよ。もうやってみようか。ちゃんと喋ってたよそのお前は。違うわね。すごいの発見した。歯ブラシがね、3日目にして俺の2年目ぐらいのね、こうなってる毛の使い込みなの。おろちゃんの歯を見て、すごい力で磨いてる。歯を磨くには体が鍛えて。同じ日にかけてくれたのね、同じ歯ブラシ。3日目くらいに比べたら、白がこんなになってた。わかんないんだけど、多分相当こんなになってんじゃない死んでない、そんなことして。鍛えてるから平気です。なんて敬語喋ってんのね、あんた。彼は僕なんて引っ張るんですよ。そうなんですよ。そうなんですか。まあ、それ見ても楽しいですよ。はい。はい。ヒロとマサタカチーム。はい。はい。はい。サモア人になってるマーク。はい。ルー君マークチームです。はい。次。イエーイ。はい、広重久美チーム、はい、イエーイ。主人のフォロワー追わねえ、追わな。でも追わなって言ってますけど、どうですか。追わな、僕たちです。そうです、はい。
運動多いマニアックチームでーす。まふまふまふ。まずルールを説明です。いいですか皆さん、ルールを説明です。自分の、ですね、関係のある女が2人以上寄ってきた場合、これはバッティングです。これは反則です。走りまして、これをした場合30秒間退場ですから。はいはい。というわけでですね、ここ注目、これはなんとですね、マカデミアのフォトカルチョ、なんでしょうか、これは一体。今日はですね、大体オモババです。オモババ、そうです、今日はオモババ。オモババでですね、距離がちょっと長いということで、やっぱりここが本命です。本命、ちゃんと匠チームですね。はい、本命で、ここで流して、ここで、そうですね、だけどですね、やっぱりですね、タコさんが不死身の力があるということで、やっぱりダメということ。ダメということ、これはもう完全にダメ。タコさんのですね、投げ方がさっき言ったら、ひどいもんでしたよ。ひどいもんでした。形容するならば、そんな感じで。なんでしょうか、これは一体。新作はバッティングだったんですよ、だから結構私新作チームで、ヒロチームはですね、ヒロがこの小学校が付き合ったこの運動能力というか、このガタイが、ちょっと侮れないですね。やるときやりましたね。やるときやる。上半身裸になってヒロさん、どうでしょう。ああそうだ、あいつはプレッシャー弱いという一面を持ってるだけに、ガッツの五十嵐という、ガッツの五十嵐。私が応援してるのを使ってたら、ピッチチームだったってことに今話しました。
このチームはどっちが行く？俺ね、ルークとね、キャップの争い。ルークとキャップの争い。来ました。ルークが怖いよ。